リー、マルコの立体起動装置を外せ。じゃあな、頼んだぞ相棒。エレン、そのために来たんだろ。俺は英雄になりたかった。お前の母親が巨人に食われたのは俺のせいだ。俺を死なせてくれないんだ。何度も言わせんじゃねえ、消えろよグズが。じいちゃんなんて慣れ慣れしく呼ぶんじゃねえ。先生は柱だったんだ。先生がお前に稽古をつけてる時間は完全に無駄だ。目障りなんだよ、消えろ。なぜお前はここにいるんだ。こんなもんかよ、準備運動にもなりゃしねえ。この筋肉の化け物どもなら絶対勝てるぜ。平手打ちなのにとんでもねえ重さだ、この野郎。地獄見やがれ鬼だ。リーダーのペルシアさえ潰せばホワイトキャッツは潰れたも同然だ。面が割れたらちとまずいからな。あ、ペルシアどこだ、前が見えねえ。死ね。チェー、ガイストがマジかったりぜ。結局ペルシアにパイぶつけられねえわ。え、マル君パイ投げ興味ねえとか言ってたじゃん。俺はもう喧嘩はしねえ、これから勉強もして真面目に生きるんでよろしく。ああ、何メンチ切ってんだ。なんだこいつは、ヤンキーじゃねえか。俺が元ヤンだってことはバレてねえ。だがなぜだ、ダチができねえ。久保安アレンだ、よろしくな。今日様子が変だぞ。なんかあったのか。こんなところにおったか。ダサい、探偵社に急ぐぞ。分かってる。異能力独歩金閣ファイヤーガン。何が一丁上がりだ。さあ銃を下ろせ。こんなことをして何になる。なぜこんなことになる。気にすんな。さすがにあの口の利き方はねえ。くそ、化け物め。行くぞ、これがラストプレーだ。絶対勝つぞ、セリンファイ。んな筋肉バカに負けてんじゃねえ。止めろ。なんて歓喜が。必ずや殿下に吉報をお持ちします。落馬した者を追い打ちで殺したことはなくてな。そもそもお主の父上が正統の王。殿下を傷つけはさせん。実行委員に喋んねえ女いて、そんで歌とかミュージカルとか謎すぎんだろ。お前も暇なら付き合えよ、俺と山の上の城にでも行かね。てめえら一体何やってんだ。怪我直してもう一度お前らと甲子園を目指す。ナルセ、この前はひでえこと言って悪かった。お前はどうすんだ。タバコとおむつはどこに売っていますか。読めない。これもお願いします。足立さん、うん、浦飯さん、進藤さんに振られたからっていじめないでください。鎌倉さん、そうしてると天使みたいですよ。